抑えやすいのに効能一緒？プロが実践するジェネリックコードでルージュの伝言、イエーイ！ありがとうございます。これはですね、まあ、ジェネリックコードっていうちょっと新しい、提唱をねちょっと、してみたいと思うんですけども、プロが実践するっていうのはねちょっとね大事な要素なんですけども、ジェネリック医薬品ってね皆さん知ってますよね。お薬でちょっと安いのに効能一緒みたいなね、それすごくありがたいじゃないですか。これをねギターにもねで実はねあるっていうのに気づいたんですよね。でそれをぜひ皆さんにご紹介したいなと思いまして、今回は持ってきました。ルージュの伝言っていうのはね魔女の宅急便でおなじみの曲なんですけども、これねコードじゃん4つしかないんです。4つ、 C A マイナー、 F これが難しいね、で G、 F 出てきた瞬間にえって思った方ねいらっしゃると思うんですけども、これがジェネリック化させることでめちゃめちゃ簡単になるよっていう、なんだよこれ先に教えてくれよっていうのをねぜひ、ご紹介したいんですけども、C はね C メジャーセブンにしたりとか、 A マイナーは A マイナーセブンにしたりとか、 F は F メジャーセブン、 G は G6 にしたりするんですけども、なんかね読み方すごい複雑になって難しくなんじゃないかなってね最初思われがちなんですけども、実はギターっていうのは難しいコードになればなるほどですよ、押さえ方が簡単になる傾向がね、あるんです。一部ねそういう説があるんですけども、じゃあ実際にちょっとやってみたいと思います。 C、 まず C は C メジャーセブンっていうコードに直すことができるんですけども、これね C 人差し指にいたこの2弦のね人差し指を離すとC メジャーセブンってねおしゃれなコードになります。でも、ルージュの伝言はね比較的明るいコードですし、この後に出てくる F も指3本使うんですけども、なのでできるだけいきなりねジェネリックコード紹介しといてなんなんですけども、できるだけ C のままで頑張ろうと、これは申し訳ない、こっちの方がいいんですよ。でもあ C でもちょっと難しいよって方は C メジャーセブンでも OK、人差し指外すだけで OK っていうのも保険で覚えておいていただくとすごく後で楽かもしれないです。 ですけど C に関しては今回できるだけ C お願いします。で次 A マイナーっていうコードがあるんですけども、 A マイナーもこれね指3本使うんですね本来はね。だけど、このねあ今 C 押さえてましたね、 A マイナー3本使うんですけども、この薬指を外すだけ、これだけで Am7 という2本の指でできるんで3弦が解放だよ。3弦ね今薬指が3弦担当してたんですけど、これいなくなると Am7 というコードになります。これを、C と Am のジェネリックね Am7 これだけでね、どんな感じになるかちょっと練習してみたいと思います。 C と Am のジェネリックの練習、これね、ダンダンアップダンアップダンっていうちょっとストロークパターンも書いてみたんですけど、 C ちょっとやってみますね。 C4 ダンダンアップダンアップダン、もう一回 A マイナージェネリック、これ繰り返すとダダダダンダラダララ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 ラ、もうできたと同じぐらいな感じで、これを攻略するヒントがあって、これね薬指っていうのが重要なポイントになるんですけども、薬指をオンオフこれだけ、オンオフするだけ。薬指ちょっと見ててください。 C と A マイナーのジェネリック、こう2つ、あれ薬指がいなくなっただけ、オンしたら C だしオフしたら A マイナー、これだけなんで2つコード覚えなくていいんですよ。 C、この形 A マイナー7、この形、あれ薬指 いるいない、それだけで OK。
なのでストロークに集中できるんですね。あと僕ちょっと歌えないんですけども、あのシンガーソングライターの方は声に、あの歌にもね専念できる。薬指オフ、薬指オン、シーオフ。簡単でしょ、ジェネリックいいよね。でもねジェネリックねすごいいいんですけど、あのジェネリックがね嫌だっていう人たまにいるんですよね。あの僕も実はそういうタイプなんですけど、ジェネリックにしますかとか言って、あの薬剤師の人、いえあの普通ので、でえってこういう人が医療費高くするんだよみたいなね目で見られるんですけども、多分ねあの作る人とか会社が違ったらちょっと違う。やっぱりジェネリックといえども、いや Am7 のジェネリックちょっと違うのね。やっぱねあの分かる人には分かる。でそう、ジェネリックのコードなんか好きじゃないわみたいな人いたら、もう普通に頑張ってやってください。あの3本指でもうこれに越したことはないんで。だけども、まあ、ジェネリックでいいわっていう方はね、あの指外して簡単なコードで、あこれで十分じゃないってね思っていただける方はジェネリックねぜひ、トライしてみてください。じゃあね次、ちょっとねこれが一番難しいんじゃない。 F なんで難しいかって、こうねなんか黒くね線ありますけどね、これバレーコードって言って制覇っていうんですね。この指一本で全部押さえる、きついんですよね。もう指痛くなる、僕でも痛くなりますよ。例えば、じゃあ、ね、大きなねコンサートとかあったら20曲30曲1回で演奏するじゃないですか、ステージでね。その時ねずっともう F ばっかりこんなねバレーコードばっかり弾いてるともうきついんですよね。あの本音はこんなニコニコしながら弾いてるんですけどきついんですよ。でそういう時にどういうことをやってるかって言ったら、こういうねジェネリックをたまに入れたりして休んでるわけです、うん、これ本当ですよ。でまあどうしても抑えなきゃいけないとかって辛い時は、あのじゃあちょっとジェネリックと違うんですけど、ちょっとね差し込むとこのね抑える握力だけじゃなくて引く力ね、腕でね引く力で、これがねちょっと前にこう出てくるから、それを肘でこうサバ折りみたいな感じでしてあげる。そうすると F も抑えやすくなるっていうのがあったり、あとねここがね、水こう組む時みたいな感じでこう曲げた状態で、ちょっと皆さんやってみてください。曲げた状態で手開けます、開かないんですよね。曲げると手って開かないんです。なのでここをまっすぐさせてあげて、開くとできるんで、しっかりねここをまっすぐさせてあげる。そうするとね結構綺麗にね F ができるんですけども、それでも無理だよっていう方いますよね。そういう時はこれですよ、ジェネリック。安い、抑えやすい。なんだってねだいぶ点の数減りましたからね、3つだけ。これね斜めの、完全斜めになってるんですけど、これねよく見るとここに書いたんですけどね、もう C と似てるねと。 C この中指薬指普通の C を押さえていただいて、中指薬指のこの2つがね1段下がると F メジャー7で、押さえたね指から引いてあげてください。5弦6弦はねあんま引かないように、まあ、5弦弾いてもいいんですけど、なるべく下の方で弾くと綺麗なサウンドになります。 F メジャー7、ね、1個ずつ上に上げると C。 これセットでね覚えてください。中指と薬指セット、 F メジャー7、ちょっとおしゃれな響きになるんですよ。僕結構好きですこの F メジャー7、これだけ絶対ジェネリックにしたい、そんな感じで。次もう一つコードがあって、これね G はねいろんな押さえ方あるんですね。僕は結構中指人差し指薬指派なんですけど、今回に関しては C のこの中指薬指を一段上に上げて G っていうのがねやりやすいので、大体のね教本にもねこのやり方書いてますね。薬指中指小指で、これで一番最初にありがちなのはね、小指が痛いですよっていう人、一弦痛いですよって、でむしろここにどうやって小指行くんすかみたいな、一弦にみたいなね、そういう人いるんですけど、そんな方に朗報です。G
G6 というコードは一弦がいらない、ハズキルーペみたいですね、いらないっつって一弦を取っちゃう。これでいいの、これでいいのかな、本当に。これ G6 って言うんですけど、一弦解放だよって。で G とちょっと比べてみましょうか。 G、 こういう G6 ん、なんかちょっと G6 感やっぱありますよね。だけどね、これね、歌の中に入るとあのそんなにね、あの和らぐんですよ。なんでかというと、ドレミファソラシドのドレミの音が一弦のミーミーイーでね、チューニングしますよね。ミーの音ってドレミファソラシドのミーにこのスケール内に入ってるんで大丈夫っていう、一応理論的にね話すとそうなんですよ。ちょっと理論もできるんですよ、ちゃんと。で次、じゃあそんな感じで G6 はなんかわかるけどちょっと普段使いには適さないなっていう時にはこれ、親指使うんですね。普通の G こうですね。で親指を6弦の3フレット1、2、3号室ね。これ僕あのマンションの号室で呼ぶことよくあるんですけど、1階から6階まで1弦どっちですかみたいなね、あの聞いてくるあの方結構いるんですけども、一番下1階、マンションと一緒ですね、地面に近い方1弦1階で、天井に近い方が6弦で、一番端っこから1号室2号室3号室は1フレット2フレットっていう風に考えるとね、弾きやすいと思いますね。ちなみに、うちの実家はね109号室なんで1弦の9、ここが、中村家の実家の音ですね。この音あんま関係なかったですね。 G ちょっと脱線し始めましたけど、もう一回戻そう、時を戻そう、はい、G 親指を使う G3 フレット、6弦の3フレットを親指で弾いて、でね5弦はねちょっとこうミュートかけます。音触っといて親指のね先っぽでね軽く5弦を触れとくと音出ない。で一番下の1弦の3フレットを薬指、これだけです。一番上と一番下ギュッて握るだけ G。 じゃあこれ比べてみましょう。 G ちゃんとした G ね、この親指を使った、通称僕は親父と呼んでますね、親父。この G、 普通の G、 親父いけるじゃん、すごいいいよね。これね実は、アメリカとかだとね、カントリーギタリストとかこうよく使ってて、指を少なくすることでずるいわけじゃなくていろんなことができるよっていうので、この G 使う方ね結構いるんですよ。あと向こうの人ね指大きいしね、腕大きいから。でもこれ使えますから、女性の方はねちょっと親指かかんないよって方いるかもしれないですけど、あのかかる人はねぜひこの親父をね、あのぜひリスペクトして使ってあげてください。でこれほとんどね変わらないですから、これこそすごいジェネリックな気がします。親指と薬指で5弦ミュート。でも今回は G6 をね、使ってみてください。でこのやり方はですね、共通の指でコードチェンジをするっていうことなんですけども、まず基本の型 C ですね。この C をこの中指薬指のこのセットを1段エレベーターでガンって下げると F メジャー7になるし、もう一回戻します C に、もう一回戻しで次の1段ずつ上に上げると一番最上階まで行って人差し指離してあげると G6 でまた C に戻す、 F メジャー7、 F のジェネリック C、 G のジェネリック C。 このね2つ、このセットをどう動かすかっていうのが今回のポイントになるんですね。でさらに C から Am のジェネリック Am7 はさっきやったように薬指がオンすると C だし、離してオフすると Am のジェネリック、オンすると C、オフすると Am、 これだけ。だから C を基準に考えてあげるといろんなことがねできるんです。
だからさっきねジェネリックの C メジャー7じゃなくて、ちょっとこれ今回だけは C にしてくださいとこの意味があったんですけども、なのでね、なんだよジェネリックじゃねえじゃんって思った方もいるかもしれないですけど、これだけはどうかご勘弁を。で次実際にじゃあやってみましょう。 F と G と C と A マイナーのコード進行の練習。黄昏迫る街並みや車の流れっていうところなんですけど、まず F は普通に弾いたらねこうですね。黄昏迫る街並みや車の流れってね、結構もう F の時うーってなりますよね、いきなり。でこれをジェネリック化させてあげて F メジャー7斜めのね、黄昏ほんと黄昏っていう感じのね F メジャー7の響き好きなんですけど、マーチ G6 にしてもほら全然違和感ないでしょ。黄昏冷静なる街なにし、車の薬指離して A マイナー、もう一度同じこと F メジャー7から G6 の C、 G 最後これです。 G ってジジジジジジってね、映画にも出てきますよね、こういうキャラクターね、ジジ。ここにジジいっぱい出てきますから。じゃあこれを、ちょっとヒントね、薬指さっきの、やったんでね、ちょっとグレーにしてますけど、C と A マイナーはこの薬指のオンとオフ、これするだけで OK だし、今回新しく F と G のジェネリックは薬指、中指薬指のセット、この斜めのセットをアップダウンするだけ。アップで G6 戻して C、 ダウンで F メジャー7、これだけ。これだけで、ルージュの伝言ね結構簡単にできると思います。じゃあ実際に演奏してみたいと思います。ちょっとねヤマハのアプリで最近あのバズり中のですね、プレイオというソフト、アプリケーションを使って、ルージュの伝言をねちょっと流して実際演奏してみたいと思います。で左手ね注目ジェネリックコードで、普通にちゃんと聞こえるのかどうかやってみたいと思います。ワン、ツー、せーの、オフ、オン、シー、オフ、C、A マイナー、ジェネリック。ずっとこれだけ C。いいよね、楽だよね。A マイナー。さあ F いきます。せーの、F 下、上の G、真ん中の C、薬指離す、また斜めの F、上の G、C、上の G、ジジジジジ、ニャオっていう感じですね。できました、簡単。ちょっとねテンポ早いんで、これねあのプレイ用だとねテンポ遅くできるんですよ。今テンポ152なんですけど、これをね遅くしよう。おお、遅すぎましたね。このぐらい126、たまたま100。こっからあの人の A マイナー、薬指離す、宇宙の A マイナー、 F と上の G、 C、 A マイナー、 F、 うちには G、 C、 そのまま C。 さあサビいきます。 C、 不安な気持ちを A マイナー、F 斜め、 G6、 C、 A マイナー、斜めの F、 G6、 C、 ふぅー、できたーね。こんな感じでできましたね。アナログに終わるっていうね、こんな感じでね、ルージュの伝言、ただ4つのコードを
でしかも4つコードを1個2個3個4個覚えるんじゃなくて、基本のね C っていうこの階段みたいなね感じで押していきますね。 C を覚えてこの薬指中指を上げたらアップしたら G6G のジェネリック、戻して C 下げたら F のジェネリック F メジャー7もう一回戻して C、 この薬指外したら A マイナーのジェネリック A マイナー7ね。この C を基本に考えてあげると4つ覚えなくても1個覚えて上げる下げるオンオフするだけで、ルージュの伝言がね完成します。すごくない？いいでしょ。でこんな感じでね、ちょっと練習していったりすれば、できると思いますので、これもサイトからダウンロードできるようにします。イエーイ。ぜひダウンロードしてみて練習してみてください。で音源はこのプレイオっていうね、月額990円ぐらい、ちょっと後でここに差し込むかもしれないですけども、それで、月額で、楽譜がね見放題、そしてミディ音源っていうのも、使い放題なので、テンポも変えたり、あとウクレレとかだとね、まあ、C もあったり F のキーとかねできるんで、このプレイオもおすすめです。なんかヤマハの回し物ですね、完全にね、はい、まあ、ヤマハの先生してるんで、はい、こうぜひちょっと使ってあげてください。はい、じゃあこのねジェネリックコード皆さん、お分かりいただけましたでしょうか。ぜひ、抑えやすくて効能一緒なので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。ありがとうございました。